フィールドワークでは調布近郊にある戦績を見学しに行きました。僕は初めはそんなに多く戦績は残っていないだろうと思っていました。しかし思っていたより身近なところに残っていて少し驚きました。まず校舎砲台座跡を見学しました。この校舎砲台は昔この近くにあった中島飛行機製作所や調布飛行場を爆撃艦から守るため敵の飛行機を攻撃するためにあったそうです。この校舎砲は鉄の破片を飛ばして飛行機を攻撃したということで当時186名が勤務していたそうです。次に掩体壕も見学しました。この掩体壕は飛行機を敵の攻撃から守るための施設です。掩体壕を作った時は地元の人も協力して作ったそうです。頑丈そうだったけれど思ったより小さかったです。このフィールドワークを通して今は平和な調布も戦時中は敵の攻撃に備えなければいけないほど大変な状況だったということが分かりました。そして今は平和な調布近郊も戦争の時は敵の飛行機が飛んでいたことを身近な人に伝えていきたいです。またこのような戦績は戦争の真実を知ることができる大事な場所なのでこれからも残していくことが大切だと思いました。戦争の真実を知ることが平和の大切さを知るきっかけになると思います。以上です。8月8日9日の2日間にわたってオンラインで行われたピースフォーラムでは長崎のピースボランティアの皆さんとはじめとする沖縄や京都などの日本のさまざまなところに住む同年代の方々と一緒に実際に原爆を体験された被爆者の方のお話を聞いたり長崎に残る原爆の遺跡などを見て平和について考えたり感じたりすることの意見交換を行いました。1日目は原爆のことを知るということに重点を置かれたスケジュールになっており被爆者の方々の講話を聞いたり爆心地から約600メートルのところに位置する山里小学校の原爆資料室や長崎に残る原爆の痕跡をボランティアの方の説明とともに中継で見学したりしました。被爆したということはとても辛い経験であり本当は思い出したくもないはずなのに二度と自分と同じ経験をする人が出ないようにと辛いことを思い出しながら涙を流しながら自分の体験を私たち戦争を知らない世代に伝えているの姿を見てかっこいいなと思いました。もし私が被爆したとしても辛いことは思い出したくないし記憶に蓋をして頭の中で事実上なかったことにすると思いますが後世の平和のためにと涙を流してまで伝えようとするその姿にとても感激しました。その後の意見交換では5、6人のグループに分かれて自由に話をするという形でした。他のグループでは好きなアイドルや映画の話で盛り上がっていたそうですが私たちは各地域でどのように戦争に関する教育がなされているかという話をしました。ある長崎から上京してきたという大学生の話によると長崎では8月9日は学校もあって猫も杓子も黙祷してたのに東京では黙祷している人なんてほぼいなくてびっくりしたと話していました。私は小学校の頃に戦争を体験したという地域の方のお話を聞いたり防空壕の跡地を見に行ったり小学校6年生の時には社会科見学で昭和館という昭和の時代にあったことを展示してある博物館に行って戦争に関する展示を見てクラスの半分以上が号泣したことなどを話しました。地域によって教育の仕方が全然違って面白いなと感じました。2日目はボランティアの方による紙芝居と動画を見た後1日目とは違うグループに分かれて平和だなと感じることは何か平和な社会を作るためにはどのようにすればよいのかという2つの問いについて意見交換を行いました。
私は一つ目の問いに対して、美味しいものをお腹いっぱい食べられること、と意見を出しました。戦時中は食べ物もろくに食べられなかったというし、現代でも紛争に巻き込まれている難民の人たちなどは、満足な食事ができていません。そんな人たちが未だたくさんいる中で、このようにしてお腹いっぱい美味しいものを食べられることは幸せなことだし、平和な社会があるからことさと思います。他の人は、進路を悩めること、何も考えずにぼーっとできる時間があること、などと話していました。二つ目の問いには、SDGs などの取り組みに積極的に参加することと答えました。SDGs は、地球温暖化に対する持続可能開発目標となっておりますが、貧困をなくそうや、すべての人に平和と公正をなど、平和な社会を作ることにもつながる目標がたくさん含まれています。確かに平和でなければ、国を発展させたり、環境対策に乗り出すことはできません。SDGs に積極的に参加することで、日本だけでなく、世界まで平和の輪を広げることができるのではないかと思います。そのために身近なことから考えてみることが一番の近道なのではないかと思います。他の人の意見では、募金活動などに協力すること、戦争という過去の失敗を後世に継承して、二度と同じことを繰り返さないようにすること、などというものがありました。私はこの2日間を通して、平和の大切さや戦争の悲惨さ、今の生活のありがたさを改めて学びました。実際に生の声を聞くということで、より平和について考えることができましたし、戦争は繰り返してはいけないということを強く胸に刻むことができました。ここで学んだことを生かし、身近な人から多くの人に平和について発信していきたいと思います。私は今回の活動を通して、初めて国、世界、そして自分自身に迫る危機を感じ取ることができました。オンラインピースフォーラムでの話や、被爆体験伝承、そして自分たちで戦争の跡をめぐることで、当時の軍の状況や政府の様子、そして国民の様子も戦争の恐ろしさとともに垣間見ることができました。そして今の日本という国や世界での様子と戦争当時の様子を比べ、やっとなぜ私たちの世代がこの出来事を語り継ぐべきなのかということが分かりました。これからはただ学生としてではなく、今後社会を構成する一員として戦争について語り継ぐことができたらと思います。戦争はいけないことだと世界中の誰もが知っていることですが、いまだに戦争はなくなりません。世界中の人たちが戦争と平和について深く理解すること、また人の命の大切さについて考えることが大切だと思います。このピースメッセンジャーの活動を通じて、戦争体験の話などを聞いて深く学ぶことができました。一人一人が過去の戦争や戦争の恐ろしさを知り、争いではなく平和に解決する方法を考える世の中になることが平和への第一歩だと思います。ピースメッセンジャーとしてこれから友人をはじめ身近な人からこの学びを伝えていきたいと思います。私はこの活動を通して平和な世を作るために自分にしかできないことって何だろうと考え続けてきました。活動していく中で様々な人と出会い、いろいろな考え方を知る中で、平和を作るためにできることは自分の隣人を大切にすることだと思うようになりました。この隣人を大切にする輪が広がることで、世界の人々がお互いに支え合う平和な世の中になると思います。このことをこれからピースメッセンジャーとして私の近くの人に伝えていきたいと思っています。この活動を通じて自分の意見を人に伝える勇気や、人と協力して一つの物事を作り上げることを学びました。とても自分として成長できた貴重な体験だったと思います。今回ピースメッセンジャーの活動を通してフィールドワークや青少年ピースフォーラムに参加し、戦争について深く学ぶことができ、また
改めて戦争の悲惨さを感じました。今回学んだことを今後どのように生かしていくかが大切だと思いました。自分ができることを考えたときに一番先に自分ができることは周りの人に伝えていくことがことだと思いました。今後自分が今回学んだことを周りの人に伝えていきたいです。ピースメッセンジャーとして聞いた話、活動したことはずっと心に残ると思います。被爆体験をされた方の家族の方のように実際に受け継がれた話を自分も伝えていきたいと思いました。そして自分と同じように戦争の話を聞いて伝えていきたいと思う人を一人でも増やせるように頑張ろうと思います。私はこの活動を通して改めて平和の大切さを学びました。原爆や戦争のことを学び、感じ、考えたことで今私たちが安心して平和な世界で暮らしていけることがとても恵まれていることだなと強く感じました。私たち戦争を知らない世代がこのように戦争のことを学ぶことでより一層平和な世界を作っていくことにつながるのではないかなと思います。これからも今まで学んだことをより多くの人に知ってもらい平和な世の中を作れるようにしていきたいと思います。私は今まで平和なんてできるのかと正直思っていました。ところがいろんな人と関わっていく中で様々な意見を知り視野を広げるということをとても大切にしていきたいなと思いました。一方的な考え方では世界では統一されません。いろいろな人の考え方を知ってその中でも自分の考え方も大切にして視野の広い人間になりたいと思いました。また戦争の話などを聞くと、人に伝えるということはとても大切なことなんだと改めて感じました。私は人に伝えるということは正直苦手ですが少しでも多くの人に戦争のことなどを知ってもらい自分の言葉で伝えていきたいと思います。ピースメッセンジャーとしての活動を始める前、私はほとんど戦争について考えることはなく、考えるときといえば学校の授業というほどでした。そもそも戦争とは自分たちから遠く離れた世界の話だと思っていたんです。今回参加したこのピースメッセンジャーの活動は、その自分の考えを覆すようなたくさんの学びがありました。例えば学校で習っていた戦争の話は、全てが全て本当の話ではなかった。活動の中でお話をお聞きした際、そのようなことに気づいたことがありました。今まで教えられてきたものは本当に合っているのか、正しいとは限らないんじゃないか、そんなふうに思いました。正しいことを知る機会は自分で作らないとない。そして伝えてくれる人も周りに少なくなってきている。そんな環境がどんどん学ぶ人を減らしていっていると思います。だからこそ私はこの活動を通して学んだことを今度は私が伝えていくべきだと思いました。戦争のことを知ることができない人たちへ私の知ったことを伝え、それがもっと他の人に伝わっていけば平和の願いが伝わってくれると思います。これから先今回の経験を伝える活動をしていければいいなと思っています。以上です。